いつもの踏切。今日も真島エリコはそこにいた。そして真島エリコは今日もエロい。真島エリコはクラスメイトだ。大人っぽくって物受けで、肉付きが良くて変な雰囲気がある。クラスの男子はみんな言ってる。真島はエロい。俺は激しく同意する。俺は毎日この時間を見計らってこの踏切に来ている。真島はいつも時間通りにこの踏切で待っている。真島はエロいけど時間には正確だ。そして俺は毎日真島を後ろから観察している。この踏切は長いからエロい真島を後ろからじっくり観察できる。まさにエロ踏切。真島は後ろ姿からしてエロい。真島のスカートは短い。なのに風が吹こうと中が見えることはない。不思議だ。クラスの男子はいつもこれに翻弄されている。かくいう俺も。しまった。今無意識に状態を低くしてしまった。そんなことをしたって真島のスカートの中は見えやしないというのに。もてあそばれた。無意識の真島にもてあそばれた。やっぱり真島はエロい。エロくて一枚上手で小悪魔だ。